皆様こんにちは。ただいまご紹介をいただき、枚方市議会議員の前田と申します。トモさんとは地元が一緒でして、たまたま渚高校の演奏があるよっていうのでお声かけをいただきまして、ご縁をいただきました。若い方々の、素敵な音楽をまた今日クリスマスコンサートということで聞いていただきなと思います。準備はよろしですか。はい、どうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございます。今しばらくお待ちください。もう、すぐに用意できま、できると思うんで、どうもすいません。
んにちは。私たちはウインドアンサンブル日日です。日日とは日日草の花言葉の楽しい思い出が由来です。学年は違いますが同じ高校で吹奏楽部として活動していたメンバーで楽しい思い出を続けたいと思い結成しました。今回はメンバーの中から13人でお送りしたいと思います。久石譲作曲人生のメリーゴーランドです。宮崎駿監督のアニメ映画ハウルの動く城の劇中に流れるメインテーマ曲人生のメリーゴーランドは少女の自分と老婆の自分を行き来することになったソフィーやハウルの繊細な感情の変化と浮き沈み、そして人生や時間が融点する様をワルツに乗せて表現した楽曲です。続いてお送りいたします曲は村松崇継作曲「命の奇跡」です。楽曲はリベラというイギリスに住む少年たちのボーイソプラノの合唱団が歌っており、澄んだ音色が特徴的です。 NHK ドラマ「マドンナ・ヴェルデ」やユニバーサル・スタジオ・ジャパンのクリスマスに開催されるショーに起用されていることからクリスマスの定番ソングとなっています。Thank you.
最後の曲はデューク・エリントン作曲 A 列車で行こうです。ゆったりとしたジャズのテンポ感と列車で行く旅行のようなワクワクを感じられる曲です。本日は短い時間でしたがお聴きいただきありがとうございました。Thank you.